瞬間日本語作文。这次是到达公司之后干什么？首先干什么？我说中文，然后，我说中文途中，你们想一想日本语到底是说什么？我答案，其实蛮简单的答案，说日本语两次，可以看看。好，那就开始。到达公司之后，首先我喝一杯咖啡。会社に着いてから、まずはコーヒーを飲みます。会社に着いてから、まずはコーヒーを飲みます。到达公司之后，首先看看自己的邮箱。会社に着いてから、まずは自分のメールを見ます。会社に着いてから、まずは自分のメールを見ます。到达公司之后，首先我在挂完考勤卡后，检查我的任务清单。会社に着いてから、まずタイムカードを切って、トゥードゥーリストをチェックします。会社に着いてから、まずタイムカードを切って、トゥードゥーリストをチェックします。今日はここまで。またねー。